今日は一回ひねりながらのジャンプ移動をね練習していこうかなと思います。まずはまっすぐジャンプでウォーミングアップして半分ひねり、まあこれぐらいはいけそうだけどな。ほっ、うん、ほんとさ、上手い人シュッて回転しながら行くよね。でも普通さ、思ったけど低いとこから高いところに向かったりとか、てか低いところでやるよね最初ね。ほっ、うわ怖っ。じゃあ次半分行ってるから半分の半分だな。まっすぐ行って半分の半分、いや半分じゃんこれ。え、嘘、できてる人たちって何あれ、ワイヤーアクション。半分だからここ半分でしょ、こうは行きたいよね。ちょ、バランスが保てないね。足元が見えん。熱っ。ちょ、これ脱ごう。熱いよ。本気。ズシャーン。足を上げて、で、下ろしてくる中の、その、見える中でさっさと早くひねるみたいなことをすれば安全にいけるのかな。なんで今一瞬カラスのコーラス来た？あ、もうちょい早くしたら床全然見えないんだわ。むずいよ。ああ、足疲れてきた、膝が。これレールの上とかでやってんでしょ？クレイジーだよね。ジャンプして、お、あの、最後見えないな。最後がほとんど見えない。ジャンプ半分進歩。次、ジャンプ半分、正面斜め。ジャンプ正面前。いやー、これ横じゃん。この4分の1刻むことすらめちゃくちゃ難しいんだけど。こっちの方が若干低いから低い方に向かってやってみる。あ、こっちの方がまだ可能性ありそう。ちょっと低いからな。あ、いいじゃん。あとこっちじゃん。こっちにしよう今日。膝を上げる前に勝負をかけようとするとジャンプが中途半端になって勢いとか死んじゃうから、多分膝を上げてからベイブレード。いや、最後のひとひねりがいかんな。っていうのが遅いんだろうね。やってますけど。ほとんどまっすぐじゃなかった？はぁ、あ。何これ、超絶ハードスクワットしてるみたい。ああ、足がお疲れだな。ということで今日は店じまいや。これできてる人、ちょっとワイヤーアクション説あるな。